はい。それでは始めていきたいと思います。えー、本日はですね、2019年12月12日、えー、22時19分になります。えー、っとですね、本日もですね、ユーロドルのチャート分析を行いたいと思います。はい。それではね、始めていきます。 えっとですねまず、えー、チャートの分析の前にさっと、えー、本日のですね、えー、経済的に関連のあるニュースをお話ししたいなと思います。まず1点はですね、えー、もちろんイギリスの総選挙が今、えー、投票されております、えー。これの結果自体は明日の朝7時。 にえー、開票作業が行われるとのことです、はい、ということでですね、えっと、今夜というか、まあ、本日中に結果が出るということはないようです。えー、ただ、えー、事前調査でではですね、えーっと、ボリス・ジョンソン首相率いる、えー、保守党、えー、保守党でよかったのかな、保守党の方がレイドしているようです。はい まあどうううなるんででししょうかというといころですね、はい、そしてもう1つは、ですね米中貿易戦争、貿易摩擦と言ってますが、実質は経済戦争と言っても過言ではないでしょう、えー、それのですねアメリカ側の中国への追加関税に関する閣僚協議というのが本日行われるようです。 でですのでねまあ多分2つのニュースの結果が出るのが13日金曜日の朝方ぐらいになると考えられます。そういう意味でですね明日の朝金曜日というのは週末でありなおかつそのような2つのですねイギリスの総選挙及び えー、米中、えー、貿易摩擦、まあ、経済戦争のアメリカ側のですね追加関税に関するニュース、えー、というの発表があるということで、ある意味ダブ、えーと、その3つ,ある意味3つの重みが入る、なかなか、えー、と荒れた時間帯になるのではないかなということが想定されます。はいえーまあ、つまりはボラティリティですね、まあ、ばらつきが非常に大きくなると考えられるので、 まあ基本的には、えーっとですね、ポジションは控え持たない方がいいかなと考えられます。はい、えー、ということで、ちょっと、えー、1分、2分かな、えー、経済のニュースをお話しいたしましたので、えー、チャート分析から行いたいと思います。はい、えーっとですね、まずは、えー、まず昨日ですね12月11日木曜日、えー、なかなか大きな要線をねつけましたね。 やっぱりパソコンのね、えー、性能が低いと <laughs>、全然カーソルが追従しないですね。だ、え、い、ー、たい1.107の安値から、えー、1.114のあたりまでね、一気にグンと陽線で、えー、大きく伸びました、えー。このですね、大きく伸びた理由なんですけれども、えー、ちょっと時間を確認する必要がありますのでね、1時間足に変えます。 ちょっとプログラムはね、あのこの難ンプログラムは走らせっぱなしにしないと、えー、ポジション取れないので、えー、つけっぱなしにします。ここですね、えー、要線になった大きな理由は午前4時、えー、午前4時に何があったかと言いますと、FOMC ですね、えー、FOMC の、えー、会見があって、まあパ,えー、っとパウエル議長です、ね、の発言がありました。 でここのところでですね、えっと、現在、利下げそのものは、えー、今回は一回ストップするよというお話があって、そして、現在の政策というのは、順調に推移しているよとか、そんな感じの、ね、ことを言ったそうです。で、まあ、ここのところの発言からですね、えー、っと、利上げをする可能性はないなと。で、ドル安の、 えっと、ドル安株高の方にね、行ったらしいということです。ちょっと私は、あの、株の方は、えー、見ていないので、うん、ちょっと、えー、値動きがわかりませんが、おそらくここで動いたんじゃないかなと、えー、思います。はい。えー、ということで、午前4時にね、大きく動きました。そして、えー、本日ですね、12日は、まあ、えー、っと、大体いい、えー、1143から、 43、だいたい43ポイントから24ポイント、21ポイント、たかだか20ピップスのね、あの、しょぼいと言ってはあれですが、まあ、しょぼいですね。しょぼーいレンジの中でこういってきてというような感じになっております。で、本日がですね、大きく止まっているというか、今現在ですね、えっと、10時24分。 えっと、アメリカの、えー、っと、ニューヨーク市場が10時、えっと、11時でしたっけ。もうそろそろで開くといえば開くというか、まあ、それぐらいになってもおかしくないのに、たかだか20ピップスのレンジとかえー、っと、というか、ロンドン市場が始まっているのにもかかわらず、こんだけしょぼいっていうことは、まあ、おそらく、えー、投票ですかね。 えー、ユーロ圏の方うは、まあ、投票結果を見てから動いた方がいいだろうというふうな判断だと考えられます。はいえー、ですので、まあ、本日も動きはなさそうだと、まあ、どこかがフライングする可能性というのはなきにしもあらずですが、えー、そういう大きな資金の流れが発生しない限りは、基本的にはほぼ無風に近いのかなというふうに考えられます。 えー、それですね、えー、とちょっと話を。ということで、本日はまあ、正直ポジションは持つべきではないかなと、えー、思います、はいえー。私は難品で、しかもロットはだいぶ小さいサイズをですね、貼っていますので、えー、その難品プログラムを使っている限りは、 まあ、あの逆行しても高か1万円、うん、100万円のうちの1万円だったら正直心はそんなに、ねえー、揺れ動かないかなと考えています。と、はいえー、いうところでですね、入って、でそしてです、ね、ちょっとだけあの実はまたプログラムを走らせていてね、えー、面白いことに気づきました。ちょっとこっ もう一回このビットアスクのラインはちょっと消しておきますね。グリッドもいらないですかね。こんな感じですね。今、こ FOMC でですね、ついた高値、まあだいたい1.1143ぐらいのとこだったんですけれども、この1.1143のほんとちょっと上、直上のね、 1.1153のまあ52ですかね、のところに、えー、なんとレジスタンスラインがねありました。まあ過去25個分のピークを見ていて、その中にあったと。で、25個っていうのが、まあ、どんぐらいなのかという話なんですが、えー、ざっくりと見てみますと、 えっとねは、3、4ヶ月分ぐらいなのかな、えー、おおよそそれぐらいの数になります。つまり過去3、4ヶ月以内の、えー、高値、安値のですね、えー、位置というのが、えー、レジスタンスになっていたというのが今になってきいている。そして FOMC での値動きというのもですね、えー、何も無制限にそのまま上昇したわけではなくて、その過去のですね、えー、値動きの 高値のあたりまでポンとついたということになります。はい。ということで、ここまでぐーっと上がりましたよというのですね。えー、これがですね、水平線の力と、まあ、ヤ顔してもいいのかなというふうに思います。まあ、えっ、ー、と、何度か言っているような気がしますが、えー、冷やしとかの分析でですね、10ピップスっていうのは割と誤差かなと思っています。 うんと今、ここのところ、100ピップスのレンジのスケールバーがあるんですけれども、100ピップスっていうのを見てたら、ここのところ、えー、昨日ですね、12月11日とかはまあ50ピップス近い上昇を見せていますし、それぐらいの動きというのはちょこちょこあったりします。で、場合によってはですね、100ピップスつけたときは、まあ、えー、っと、確か何でしたっけ、フラッシュクラッシュだとか、 えっとあと他には、本当、トランプ大統領の就任時とか、多分そういう時ぐらいでしか1日前の値動きはなかったんですけれども、まあ、それでも50ピップスぐらいはまあ動いたりするわけで、それぐらいの、ある意味あ、価格のばらつき、変動があるわけなんですよね。で、そこからすると、えー、10ピップスっていうのは、割と誤差の範囲に入るかなと思います。えー、例えば、ここのとこですね。 えーっと、いつぐらいかな ?11 月、11月の末ですね。11月末におけるこの底になっている部分に関しても、まあ10から20ピップスぐらいのレンジになっていますので、その間とかでですね、5ピップスのスキャ、えー、5ピップスで デイトレードス、スイングトレードをしようって思ったとしても、それはばらつきの中でね、打ち消されてしまうので、運が良ければ理覚できますけど、運が悪いと大体の、運が悪いと損切りになってしまうということで、ばらつきの中に収まるような理覚損切りをし合うとね、設定してしまうと、ただただ運に身を任せることになってしまいます。で、ここのところも、まあそんなようなもんですね。 えここ、まあだいたいそれぐらいの運に身を任せる程度の範囲のところあたりまで接近していました。まあ実際この日は、えー、上がった後下がってしまった、まあ最後ですね、これ利確の売りが入ったわけなんですけれども、まあおそらく利確だろうと思われますが、利確が入っただろうってところで売りが入って、で、えー、もう一回上がりましたよということになりますね。はい。 で、えー、まあ、ここのところからですね、まあ、今現在の値動き、うん、上髭上髭なんですが、正直まだ勢いとしては上昇基調です。明日の朝のところから次第では、この後さらに上がって、えー、この高値ですかね、というか、サポートになっている赤いやつ。 1.117これぐらいまでは上昇してもおかしくはないかとは思いますまあただこの辺りまでいくかなぐらいだとはね思いますはいまあいずれにしても本日そのもの少なくとも午前0時とかかなえ辺りまではえこの直上のね1.115ぐらいにあるレジスタンスは抜けないと私は予想します でえー、と抜けるとしたら、その後ですね、えー、午前の、えー、と5時、6時ぐらいとかですかね、その投票結果とか、あるいはその出口調査とかですかね、おそらく出口調査による話、イギリスの場合は出口調査、えー、あとは米中の場合はあのトランプ、えー、大統領のですね、えー と、記者会見とか、そういうようなニュースが入ったにこに、こうどちらかの方向に大きく動くと思います。ただしですね、えっと、っと、イギリスの場合だと、えー、保守党が勝った場合は、そのままユーロが高くなる可能性が、えー、あると思います。まあ、前回もね、あの、10月中のところでの上昇というのも、えー ブレグジットの合意ありのブレグジットの期待が高まったためにユーロ高の方になったよっていう経緯がありますのでまあ多分似たような動きがねここでもあるのかなとそう考えるとこれはフィボナッチでポンポンと上がっていくかもしれないですね上がっていくとしたらこのさらに上までいくかもしれませんまあちょっとニュース次第だからうーんとそうですね差し値は ちょっと遠め遠めで、広め広めで取った方がいいかもしれないですね。まあ、40ピップスおきぐらいとか50ピップスおきぐらいに取、えー、っておいた方が安全かもしれません。一気に焼かれるかもしれないですね。ちょっと上がってきてますね。はい。そして、えっと、まあ、イギリスもしそうでなく労働党になるとしたら、 まあそのままずるっと下がるかなとえ考えられます。ただしその場合だとポンドの方が先に落ちるとは思うんですよね。ポンドがガクッと落ちて、えー、そのまま引っ張られるようにユーロも下がるのかなというふうには思います。はい、であともう次アメリカの方なんですけれども、うんとですね、米中アメ、追加関税がなければまあそのまま。 で、えー、関税をした場合は、ユーロ高側にというかドルが売られるのかなというふうな、えー、リスクオフの流れですかね、ドルを手放すっていう方向の可能性があります。ということで、まあ、割かしですね、割かしユーロ高寄りになる可能性が多いというふうに予想をします。さて。 そのプログラムをね走らせていると全然パソコンが動かないので <laughs> ちょっとさすがにこれはいかんですなこんな感じはいということでですねえっと本日のユーロドルの分析としましてはちょっとえまあ値動きからすると ニュースからすると、イギリスの総選挙で、えー、とジョンソン首相,首相を率いる、えー、保守党の勝ち、保守党が第一党になるということ、そして、えー、米中の、えー、貿易摩擦において、追加関税が、まあ、行われない、あるいはしょぼいものになる場合に関して、えー、ユーロ高になる可能性があると思います。あら うんと、あ上がっていってますね。今、これ、難品プログラムが起動しました。このところまでね、入るやつです。ちょっと、あの、まさかの動画の締めのところで入るとは思いませんでしたけど。えまあ、今ね、ここのピンク色のラインが、実は、十数秒前に比べて、動いているわけなんですが、 まあその前はこの辺りにあったんですよね。えー、っと、この辺りか。この辺りにあったものが動きました。まあ、難品プログラムがですね、えー、っと、動いてくれると、まあ、上昇したときに、勝手にポジションを取ってくれる便利なやつだったりします。で、えー、っと、今、時間が何が起きたのかな。22時35分か。まあ、動き出しの時刻っちゃ時刻ですね。はい。 でということで、まあ、この後はですね、今引いた線に沿って、ユーロ高になるというニュースで、ニュース次第ではそうなるかなと考えられます。はい、であとはですねえ、他にもあることとしては、まずプライスアクションとか値動きそのもので見ても、こう、促進をしているんですよね、ユーロ高側に。そして、この短期的な トレンドっていうのは基本的に跳ね返されない限りは続くと考えられます。まだユーロ高になるだろう、なるだろうということで、後から後から入ってきている人たち、そしてあとはこの辺りとかでね、えっと、売りで入ろうとした人たちを、損切りを巻き込んでいく形でこう上昇していく可能性がまあ往々にしてあります。はい。ということで、割かし、 うんとその上のですね。おあらな、何かちょっと音がしましたけど、えっと、今の音はですね、決済がされた音なんですが、何が決済されたのかなえー、っとですね。何だろう。 うんと。あー、そっか、さっき、えー、っとですね、入れていた買いのポジションですね。買いポジションを決済されたみたいです。はい。<laughs> ちょっとね、あの、プログラムを閉じて、まあ、そこの説明にも入りたいと思います。<laughs> えー、完全に今、えー、予定外のね、えー、動きをしておりますので、えー、今、ここ。 EMA を出す、ね、プログラムなんですがこれで今5分足にして、えー、ちょっと広めでね取っていますでここでえー、っとねいやーさて、えー、ここでまあ上昇したところでこうですね えー、今ちょっと文字で見えませんが、えー、っと今現在映しているのは、えー、1時間足の EMA と5分足のローソク足になっていますこれでですねここの、えー、1時間足の EMA10 時間の EMA をロ、えーソクが抜けてその後上がって跳ね返されて一度抜けたこの抜けたタイミングでね、えー、買いました だからちょっとこの抜けたタイミングっていうのが微妙だった気はするんですけどね。もう見てると一回上が、下がって上がって、下がって、上がってできたので、まあ流れとしてはま悪くはなかったんですが、うーん、なんとなく、まあ8ピップスという狙いだったので、まあ思った通りの動きっちゃ動きなんですが、まあもうね、 もう気持ちこの辺りでそのまま続進をしてくれるかなと思ったんですけど、そうでもなかったみたいです。まあ、ちょっと今はスキャルピングの練習中なんですけどね、<laughs> ちょっと言ってる間にぐん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 登ってきていますが。 まあ、これ以降はちょっと私も、えー、トレードの、ね、方に集中したいなと、えー、思いますので、えー、動画は、えー、この辺にさせていただきたいと思います。はい。うんとですね、続進して結構、先ほど、えー、と、先ほどですね、えー、冷やしでお話をした、えー、ところ。 冷やしでお話をした、まあ、1.117あたりまでこのまま続進する可能性が割と出てきました。はい。えー、ということで、えー、本日の、ね、内容はここまでとなります、えー。ご視聴ありがとうございました。